よいしょ。よし。5時ぐらい。了解です。あ、わかりました。はい、どうも米助です。さあということで今日もね屋久島の磯にねやってきました。ここはね以前釣りに来た時に、うねりでちょっと上がれなかった磯にねようやく来れたということで、まあ見てわかる通りねめちゃくちゃ潮通しが良くて、まあ早速なんか沖合でねさっきイルカが回ってきてたんですけど、今日のメインはねこの超強力なタックルで。泳がせとかぶっ込みで、GT、スジアラ、コクアンアラとか、まあ、その辺のバケモンを狙うと、まあ、スケジュール的に多分本格的な磯釣りは今日で最後になるんでね、まあ、まずはねちょっと一旦このルアータックルで様子見つつ、まあ、いい餌が釣れたらそれを泳がせまあ、そうかね。よいしょ。いやー今日は曇ってるけど湿度高いから熱っ。釣れそうな気配しかないけど。あーなんか抜けた。新編沈ませてたらなんか当たったけど、食ったけど外れたな。なんやろ、まあまあいいサイズやつ。根魚かな。マジ暑いな。暑い暑い。ちょうどいい餌来た。よし。さあ行くぜ。よし、OK。だいぶ近距離やけど、これでね、浮きで流していくと、潮に乗って沖の方にもうちょっと流れてくれたらいいけどな。あれ、擦れてる擦れてる擦れてる。おお。よいしょ。おお、来た。これは屋久島で釣りたかった魚一つ。これがコクアンアラかな。いやー、まあこれはちっちゃいけどね、このヒレが特徴的。いやー釣りたかったな。まあこれのねもっとでかい80とかそれぐらいのやつを釣りたいんだけど、まあでもとりあえず30センチくらいかな。まあもうちょっとでかくなってからね持って帰ろう。ういー、やりましたい。ちょっとね餌のおじさんが死んじゃったんで、はい、餌釣りのキビナゴ仕掛けでサクッとねちょっと泳がせ用の餌を調達しますか。お、あ、これん、これバラフエダイかな。こんなサイズいるんだ。いやこいつも釣りたかったんですよね。こんなサイズじゃなくてもっともっと全然でかいけど、こんなサイズ、こんな可愛いサイズいるんだ。おじさん、おお、
よいしょ。すごいメッキの大群。おお、ゴムモンガラ出たー。そんなでかくないけどこいつは。てかうわ、すげえ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 。これあれだろ、カッポレ。ゴンちゃんバイ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 でかい。これキツネベラってやつかな。でかい。40センチぐらいあるじゃない、これ。泳がせの餌釣りたいんですけど、まあ、食ってこないことはねえだろうけど、でかすぎだわ、さすがに。いいキツネベラちゃん、ちょっとでかいでかいでかい。ちょっとあれ、そう、はい、はいはいはい。はい、餌調達。浮きの仕掛けで反応なかったんで、ちょっと一旦ぶっ込み仕様で。さあ、ちょっと一旦ね、脱フィッシングをねしますか。そう、前スルル釣りで脱釣りまくってたら GT がね、来たので、多分脱こっちも釣りまくったら気づいてもらえるんちゃうかな、 GT に。脱いるかな、まず脱がまずいるかどうか。結構この辺脱多いからな。でもちょうどいいサイズ。おお、かっこれすごいすごい群れだな。食うんじゃない、ワンちゃん。あ、食ってる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 。食うだろこれ。あ、食った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 。よいしょ、よいしょ。調子で。よいしょ。超走る。よいしょ。よいしょ。はい、今回参りました。どうも。南洋カイワリ、ウェイって。南洋カイワリくんですね。目の前大量に泳いでて。60センチぐらいかな。うん。まあ前も釣ったんであれですけど。いやー、引き強くて面白かったね。うん。来るかな？あー、この辺のダツは泳がせにちょうどいいサイズが釣れるな。
元にちょっと大きめの魚が、キビナゴをフリーで落とすと、浮きつけるとなんか見切られたけど、フリーだったら来るかな。おっと危ねえ危ねえ、でかっ、貝割りかな、すげえ、いっぱいいるんやな、なんか危な危な、キビナゴをノーシンカーで落としと食ってくるのか、これおもろいな、周囲探っていったらなんかもっと釣れそうな感じするな。おお、これはもしかして、よいしょ、やっと、よいしょ、おお、これあれじゃん、生き活用でしょこれ、おお、南方の島だね本当に、うははは、地元であの温排水でね、このちっちゃい池活用、普通ね、そんな神戸とか釣れないんですけど、そう、温排水のとこだけは釣れるっていうので20センチぐらいの池活用釣ったことあったんだけど、おー、本場の60センチ、60ちょいかな、やったぜ、お、結構でかい、6、え？でかいな、普通にでかいな、70ギリないぐらいかな、69.5 とか69とか、いいサイズ、いいサイズだなこれ、よいしょ。さあ、ということでこちらがね、できたイキカツオの刺身ですね。見た目的にはね、普通の青の系の赤身でかなりうまそうだけど、いただきます。あー、なるほどね、あ、意外とうまいな、なんか結構ほんと賛否両論ね、味あったんだけど、ほんとカツオって感じ、うん、ハガツオほどは油は乗ってないけど、でも意外と結構身がしっかりコリコリ系なんだけど、しっとりでちょっと脂も乗っててみたいな、うん、うん、結構どんな味かね、戦々恐々としてたんですけど、うん、意外と普通にうまかった、池カツオくんでした。